ということで、電車で GO プロフェッショナル仕様、今回は京都線新快速、京都線を新快速223系1000番台で走ります。ちょっと長いので本庁だけ押さえていっていきます。45キロになったら脱線走行という感じで、結構スピード出してるんですけど、僕なんかもね、出してると結構相通しちゃうんで。第2レース進行、制限解除、行きましょうか。お客様のご迷惑になるだけでなく、ペースメーカーなど医療機器の誤作動を引き起こすこともございます。どうぞ皆様方のご協力をお願いいたします。100行ったね、行けないで行ったね。場内進行、はいよ。わぁ向こうまで144限界だな、これ。ゲイ、これもちょっと1秒スポーツだからね。まあいいや、脱線走行します。さあ、ここで制限60来ますね。場内進行、制限60、まもなく高槻です。次は新大阪に止まります。高槻列車、これ30秒、結構60キロの制限はね、ぶっ飛ばしてたらね、間に合わないかもしれないですね。制限60あるんですけど、これなんだっけ、高槻駅前でホームら辺で入った60キロ制限なんで、これは関係ないですね。スピードオーバーするとはないと。で、その次に110制限が見えてきますね。はい、じゃあオーバーするかな。10秒前ですか。で、ここで
最後の駅でミスるとまだ目的あるんで、その駅でミスるとコンティニューできないんですよ。だからもうミスれないです。はい、さあ満場席になります。AX75大阪、大阪です。大阪環状線、JR 宝塚線、阪急線、大阪駅の650m 前で何時で四ツ橋線は戻り換えです。大阪の次は尼崎に止まります。大阪列車。でこの路線の振り返り、私はコンティニューしないとクリアできません。130キロぐらいで走ればそんなに走通とかはないのかなとか思うんですよね。そこから惰性走行するとかね、かな。あとはトラップみたいにこう急に速度の低い45キロ制限が出てくるんで、そこを気をつければ覚えれば OK。 非常ブレーキで最悪止めればいいのかなっていう感じです。終わり。